여러분 안녕하세요. 저는 캡처라는 미용실에서 점장 하고 있는 켄타로라고 합니다. 아, 죄송해요. つい 한국어 喋っちゃいました. もうそれくらい 한국 大好きな 캡처 店長の 켄타로です. よろしくお願いします. 今日はちょっと とある 検証 企画を やろうと思って 한국 大好きな ちょっと ゲストを お呼びしているので 早速 呼んでいきたいと思います. はい、 今日は ゲストの 美咲さんに 来ていただきました。 よろしくお願いします。 よろしくお願いします。 美咲さんはね、 とっても韓国好きで有名な 韓国お好きですよね。 はい、大好きです。 韓国好きってことで もちろん知ってると思うんですけど、 吉森ご存知ですか？ はい、一応知ってます。 普段やります？ 自分で。 そうです。 でも2年ぐらいもう巻くときは 吉森かな。 お、2年くらい。 2年くらい。 結構じゃ歴が。 はい、長いです。 なるほど。 そんな美咲さんと 今日は進めていきたい企画があります。 はい。 まず美咲さんに今日は吉森をちょっと自分で巻いてもらいます。でその後に僕がちょっとレクチャーしながら美咲さんにもう一回巻き直してもらって前後でどれぐらい変化があるのかっていう検証を今日は進めていきたいと思います。はい、自信はありますか？いやー、あります。じゃあどれぐらい変化があるのかちょっとお楽しみにということでやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。完成しました。おー、どうでしょうか。いや、いいですね。でも普通にこう見たら いい感じに多分パッと見たらこの後全力で伝授させていただきたいと思いますので、ちょっとこの後全力で伝授させていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは僕が気になったポイントをちょっと伝授していきます。で、大きく気になったポイントが4つあって、1つ目がもう韓国ヘアに欠かせない トップのボリューム、ここ多分何もやってなかったと思うんですけど、普段巻くときにここをもっとこうボリュームを出してあげると、一気にグッと全体のシルエットが良くなって、こう高さが出ることでより小顔に、ひし形に作りやすくなるポイントが一つ目。で、二つ目が、ここの首の位置がここちょっとだれてしまってると、確かにここの距離が長くなってしまって、頭がすごいこう長い人に見えちゃう、バランスが悪く見えちゃうんで、 ここをもっとこうグッと引き上げて、ここに首輪を作ってあげた方が首も細く見えるし、全体の顔周りの印象が良くなるので、ここの巻き方を一つレクチャーするのと、あとはここのポイントの毛先がこうさっき外にこう巻いてたと思うんですけど、外に巻く時にこうだれちゃってる、ストンってだれちゃってる。ここにもう少しこうカールがキュッとついてたら、もっと全体的にあの韓国っぽいあのよく見る吉森の形がこう作りやすいと思うので、そこが 点と、あと一番大事な部分が顔周り、ここの巻き方よく見させてもらったんですけど、美咲さんの場合だと結構綺麗に巻けてるかなって思うんですけど、右と左で巻き方のアイロンの入れる向きが違くて、こっち側はこう斜めにこう潰しながら外巻きでこう巻けてたんですけど、こっち側はアイロン立ててこう内側から 入れてたと思うんですけど、これお客様でもすごいよくあるケースで、あ、全然気づいてなかった。こう入れてこう縦に巻くと、ここが平べったいままこういう風に後ろに流れちゃうんです。そうするとここがボコって出ちゃうのと、なんかちょっと昔の昭和の聖子ちゃん巻きみたいな雰囲気にここなりやすいポイントです。なってます。なってます。内側がちょっとなっちゃってるかなと思うんで、 そこをどうしたらならないのかっていうアイロンの入れ方を僕がレクチャーするので、ちょっとそこの4点をこれからしっかりレクチャーさせてもらったら、もっと可愛い吉森できると思うんで、実際にやってみましょう。はい、それではこの美咲さんの巻いてもらったスタイルに4つのポイントをレクチャーしていきたいと思います。お願いします。まず1つ目のこのトップのボリューム、韓国ヘアに欠かせないこのボリュームの部分、気になります。はい、ここ最初も言ってたと思うんですけど、ボリュームが出づらいっていう、このボリュームの出し方はドライヤーを使っていきます。 ドライはい、はい、で、まず用意していただくのがスプレイヤー、まあ、水でも大丈夫です。水で手でピチャピチャでも大丈夫なんですけど、まずはここの分け目の部分を濡らして、濡らした後に乾かしてボリュームを出すっていうやり方ですね。使っていくのはドライヤーとスプレイヤーです。まずはここの分け目のこの部分、 一番ボリューム出したい部分の2センチぐらいの幅をスプレイヤーで濡らしていきます。でまずこう濡らしたら、ちょっとこすってしっかり馴染ませたら、その後にドライヤーを使ってやっていきます。でここの分け目の部分、ボリューム出したい部分を手のひらでこう下からグッと
ち上げていただいて、まず形を作ります、はい、そこにドライヤーの弱風で温風と冷風を当てていくんですけど、温風を5秒ぐらい当てたら冷風に切り替えて、冷風を5秒ぐらい当てて温風に切り替えてっていうのを繰り返して乾くまでこうボリュームを出しながら交互にやっていきます。そうするとトップにふんわりボリュームが出るので、まずそれが1つ目のポイントです。2つ目のポイントが、ここの顔周りじゃなくてその後ろの部分、ここの部分ですね。ここがやっぱりさっきの美咲さんの巻き方のアイロンの使い方だと、どうしてもこの全体の長さに対してのバランスでここが落ちちゃってて、ポイントがくびれるポイントが落ちてしまってて、ここが長く見えてしまう。そうすると頭が大きく見えてしまうって説明したと思うんですけど、それを防ぐためにはどういうアイロンの使い方をしたらいいのかっていうのを今から説明するので、一回さっきみたいにこのアイロン使ってやってもらっていいですか。はい、顎のラインな感じで持ってます。そうですよね、顎のラインで持ってて、その時にこのちょっと正面で見てもらうと、こういう風にアイロンがなってしまってる、頭の真ん中に対してこうなってると、ここの部分にすごい長さが出てしまうのと、さっきも言った通りこう平べったいこうカールになってしまうので、なんかズドンとこう落ちた感じのシルエットになっちゃうんですね。だからここをどうしたらいいかというと、アイロンをこうじゃなくてこっち向きのハの字のイメージで巻きます。こっち向き、はい。その時にやっぱやりづらいと思うので、左手でここを押さえてもらって、ちょっと肘を張ってこう巻くイメージです。でこうなんかバイクをこう回すみたいなイメージで、ハンドルをこう回すみたいなイメージで巻いてもらって、で一回くるんって抜いて、その後はまた同じようにやるんですけど、その時に上は眉毛の位置、外して2段目は顎の位置ぐらいで巻いてあげるとちょうどいいカールのバランスになると思います。で3つ目がこの毛先の部分なんですけど、こう皆さんこう外巻きでこう巻かれる方多いと思うんですけど、さっき美咲さんも外巻きで巻いてたと思うんですけど、そうするとここがスッとこう下にだれちゃう。ここがもっとこうキュッと内巻きに入ってたら、より毛先までしっかり可愛いっていうイメージに作れると思うので、そこの作り方をレクチャーしたいと思います。ここ内巻き、毛先を上から挟んでスーッと毛先まで滑らせて、だいたい毛先を 1.5 回転ぐらい内巻きにしたら、手のひらの上でこう熱冷まして、そこからスッと置いてあげるイメージです。これでしっかりカールがついて、その上を外巻きしていくっていうイメージです。はい、じゃあ4つ目、ラストのポイントです。ここ一番大事です。この顔周りの部分ですね、この顔周りカットがされているここの部分、みんなよくあると思うんですけど、でここの部分を巻くときに、さっき美咲さんは内巻きから入れて同じような角度でこう縦に巻きました。そうするとこういう風にこう盛り上がったシルエットになってしまって、ちょっとここのシルエットが後ろのくびれと合わなくなってくるっていうのが発生していたので、ここをどうするかっていうと、先ほどこの後ろの部分を巻いた時と同じでハの字にして、上からアイロンを入れてあげて、外に眉毛の位置で半回転巻く。角度はさっきの感じと一緒です、はい、そのままスッと抜いてくると、うん、さっき巻いた後ろとこうつながってくる。ここが一番ポイントです。これが4つ目のポイントです。はい、以上で僕のレクチャー終了です。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、分かりやすく説明したつもりだったんですか。いやもう全然、いつも動画とかで結構探して見てるんですけど、はい、もう知らなかったポイントとかもあったので、すごい勉強になりました。そうですね、ちょっと見たことなさそうだなっていうポイントを今回は伝えさせていただきました。それでは実際にこの後右側をもう一回巻いていただいて、どれぐらい変化があるのかっていうのを試していきたいと思いますので、楽しみです、はい、僕も楽しみにしてます、はい、頑張ります。はい、頑張りましょう。ではやっていきたいと思います。
はい、美咲さんお疲れ様でした。ありがとうございます。どうでしたか、実際やってみて。いや、もう全然違くてめっちゃびっくりしてます。変わりましたね。ちょっとのポイントでこんなに違うんだなっていうのにすごいびっくりしてます。もう韓国大好きということだったんで、出し惜しみせずにもう全てお伝えします。検証結果は、ありがとうございます。検証結果はいかがですか。大成功です。大成功です。大成功です。ありがとうございます。ちょっと明日からもやってみてください。はい、はい、でもやっぱり自分でやるのは難しいところもあったんで、やっぱりプロは違うなって思いました。ありがとうございます。もう韓国ヘアをやりたかったらもうぜひ僕に任せてもらえれば、はい、ぜひお願いします。韓国ヘアを叶えるので。以上で今日の検証は終了となります。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。じゃあアンニョー。